はい、とりあえずエンジンルームは完成しました。こんな感じでぎっしりですね。ぎっしりです。あとは配線を整えればエンジンはかかるはずです。もう少しですね。とりあえずエンジンをちょっとかけるまで頑張ります。